パシファエは木星の第8衛星。パシファエ群という逆光する小衛星の集団の中で最大のものであり、また最初に発見された木星の逆光衛星である。フィリベル・ジャック・メロッテによって1908年2月28日の夜にクリニチ天文台で観光版に撮影された画像の中に映っているのが発見された。 入念に以前の観光版を点検すると、1月27日の画像まで遡って写っているのが見つかった。木星に伴って移動しているのが確認されたものの、この段階では小惑星か木星の衛星か、はっきりしなかったため、1908CJ という小惑星としての仮符号が与えられた。なお、グリニジテ問題のメンバー間での暫定的な議論では、 木星の衛星だろうという結論を出していた。パシファエの名称は、ギリシア神話で、ミノスの妻でありミノタウロスの母であるパーシパエから名付けられている。発見以降、長く正式な名称が付けられておらず、単にジュピターエートという名称で呼ばれていた。また、1955年に、ブライアン・マースデンが提案したポセイドンという名称で呼ばれることもあった。 1975年10月7日に、木星の第5衛星から第13衛星までの9つの衛星に正式な名称が付けられ、ジュピター8にはパシフィという名前が承認された。その後、2000年になって現在のパシフィという綴りに変更されている。パシファエは木星からおよそ2363万キロメートルの距離を公転しており、 約744日かけて軌道を一周する。パシファエの周囲には似た軌道の特徴を持つ衛星が複数あり、これらのグループはこの中で最も大きいパシファエから名前をとってパシファエ軍と呼ばれている。パシファエ軍の衛星は木星から2300万から2400万キロメートル前後の距離を逆行軌道で公転し、 軌道傾斜角は145度から158度程度である。パシファエ群の衛星は類似した軌道及び物理的特徴を示すため、これらは同じ起源を持つと考えられている。木星の重力に捕獲された小惑星が破壊され、その際に発生した破片がパシファエ群の衛星になり、母天体の最も大きな残骸がパシファエになったと考えられる。パシファエは 木星と永年共鳴を起こしており、パシファイの近期典型度と木星の近日典型度は固定された関係にある。パシファイの見かけの等級は16.9であり、アルベドを0.04と仮定した場合、パシファイの直径はおよそ6 0トルと推定される。また、密度を2 6グラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ3 0 1 7ラムと、 推定される。逆光軌道にある衛星の中では、最も大きく、また、不規則衛星に分類される中では、ヒマリアとエララに次いで3番目に大きい。赤外線の分光測定により、パシファエのスペクトル的は特徴に欠けており、小惑星起源の天体だと推測できることが、わかっている。パシファエは、パシファエ群の他の衛星と同様に、木星に捕獲された。 小惑星の破片だと考えられている。2002年にマゼラン望遠鏡を用いて行われた観測では、色指数は BV=0.74、VR=0.38、VI=0.74 と測定されており、表面は灰色を示すことがわかっている。これは新型小惑星と類似した特徴である。 しかし同じパシファエ群のカリロエとメガクリテは淡い赤色をしており表面の特性がやや異なる可能性が示唆されている。2003年のジェミニ北望遠鏡を用いた観測でもパシファエがシガダ小惑星と似た特徴を示すことが確認されている。ありがとうございます。